はい。ということで皆さん、こんばんは、リリチョウでございます。今回ですね、こちらのゲームで遊んでいこうと思います。ゲットキャンセルドタイクーン！パチパチということで、こちらおなじみの人です。もうこのサムネイル、ヌーブくんのサムネイルを見たら、あーってなると思います。僕がね、動画を撮ってる時はね、そんないなかったんだけどもね、100万人ですよ、グループの数。えげつないよね。あ、有名なやつでしょ、ほら。この花のやつとかね、これ有名です。刑務所やりました、ゴミ与えるやつとかね。やりましたよね。あなたは重大な判断ミスをし、社会の規範に反することを言ったので、あなたのお父さんは盗まれました。あなたは父親を救うために事業を始めることにしましたが、キャンセルされました。キャンセルをする、ちょっとタイトルだけだと何のゲームなのか全くわかんないんで、早速遊んでいこうかなと思います。で、今回、参加してる、動画班、ペア、シラ、サン、ユーです。のリリチョウの5人です。で、これ、プラベサバがないんで、海外力が1人入っちゃってます。はい。ということで、じゃあ早速皆さん遊んでいくんで、チャンネル登録と高評価お願いします。まず、これ気になるよね。何この、てんてんてんって。言うとこれ触った言うとこっち来て言うと。ほら、てんてんてんって。これ触ったなんなのこれ。お金じゃないしさ、てんてんてんやしさ。いや、触ってみる？なんかある言うと。あれ？何も起きないね。じゃあ関係ないのかもしんないね。はい、皆さん、じゃあまずは、おなじみの多分ムービーがあると思うんで、ムービー見ていきましょう。いきまーす。はい。え？なんかさ、みんな、俺バグってるんだけど、マップが。なんかさ、お金のところが。なんでいきなり始まんだよ。あ、始まりました、皆さん。なんか、めちゃくちゃ時間差で始まったんだけど、これ。ねえ。I hate dumb people. あー、なるほど。変な投稿をしたせいで、お前はクビみたいな。ほら、バンナラ君に言われてます。なんで、パソコン使ってんだ。あ、皆さん、これ、そこら辺は書いてます、字幕。理解してんのかって。今すぐあれをやめるんだ。はい、反対！お金を盗むな！なんかさ、やっぱさ、ストーリーぶっ飛んでるよね、これね。はい、消えました。ほら、もうなんかね、ストーリーがぶっ飛んでんだよ、このゲーム、毎回。アニメーションが面白いんだよね。はい、リリチを。さあ、ということで、これ始まりますかね。はい、お父さんが今、盗まれました。はい、皆さん、いいですか？お父さんが今、取られてしまいました。ピューンって消えましたよね。だから、お父さんを返して欲しければ、働かないといけないということです。じゃあやっていきましょう。はい。で、なんかね、バグってましたね。ほら、出てきた。よかったよかった。ほら、お金が。はい。まず、デストロイブックシェルフ。はい、これ無料ですね。で、アンロックフロアが200円ということで、じゃあまずは普通にやっていきましょうか。ライトコントロバーセイ。コントロバーセイってどういうこと？論争とか。多分、論議とか、議論とか。あ、議論はディスカッションだ。なんか論争みたいなこと言ってる。だから、これ、ウィークオピニオン、なんか弱点ってことかな？多分これ、会社側の弱点みたいなのを見つけてるってことか。はい、これを段ボールに詰めて渡していくわけだね。どこに渡せばいいんだろう、これ。動画班これ集めた紙どこ持っていくの、これ。これ？ツイッターに流すだって。ゲットキャンセルこういうことじゃん。ほら、チーパー、ブロックセアネットエクスプローラー。ここに、ほら、投稿するんだ。ツイッターで投稿していきます。パソコンで投稿すればいいんだね。これで、Your Opinion ってことで、なんかいろいろ、会社の情報を漏らしてます。はい。会社の情報を漏らすことによって、いろいろで話題が広まっていくと。会社の評判を下げていくわけですね、これで。はい。下げていきます、ひたすら。はい、いいね。今なんか、理事長のコメントがありましたね、今。これで、やることによってお金が貯まると。2円だって。1回につき2円だって。全然貯まんねえじゃん、これ。で、これが、キャンセルとするやつ。で、アップグレードがお金をかけてやるやつですね。ワーカースピード、これ、働いてる人のスピードを上げる。で、二つ目のやつが、お金から多分お金が貯まりやすくなる、ネットスピードが上がると。これ辺なんか毎度おなじみっていう感じですね。はい、ちょっと働いていきます。だから要はこれ、アンチだね、アンチ。会社のアンチになってます、多分我々。
だからひたすらにこのアンチコメントをツイッターとかに投稿していく暴露系 YouTuber ですね。逮捕されるか心配です。とりあえずまあグアムに逃げればなんとかなるか。なんか今までなんかここ俺 YouTube もう4年5年ぐらいやってるからさ、こう今まであったさちょっと暴露話みたいなの全部やっていくわ。動画班一人一人の暴露話していこう。もう全部ツイッターに投稿していくわ。過去になんか裏で揉み消したやつ、はい、みたいな感じでどんどんやっていきます。投稿していきます。さあ、これ英語で書いてるからあれだけどね、これ日本語で見たいよね。これなんて言ってんのかな。 PC ゲーミングはスペリオラー、コンソールゲーミング is everywhere。 何の投稿してんだろこれ。フレンドを雇いましょう。やっとですよ皆さん。はい、もうぴったり。これね、 UFO キャッチャーにやってもらうのが手っ取り早いですね。はい、ヘイターズ、多分これヘイターズって多分嫌なやつだよね。嫌いなやつってこと、多分リリチオのことが嫌いなやつってことやよね。ヘイターズだから多分そういう意味だよね。ね、嫌う人だ、嫌う人。だから、アンチを作るゲームだ、これ。絶対そうだ。会社の悪口とか言って、なんだ。何？トークの邪魔をするな。アンチを作るロブロックスですね。アンチコメントを書きまくって、わざと嫌われる系だね。YouTuber にもいましたよね。迷惑系配信者みたいな。あえて、いろんな YouTuber とかに突して、アンチを集めるみたいな。もうひたすらアンチコメントとかを集めて人気になるみたいな感じだな。はい。ということで皆さん、どんどん嫌われていきましょう。今回は嫌われて OK です。やっぱね、多少は気にするわけじゃん。アンチ嫌だなとか、アンチコメント嫌だな、みたいなな、動画班。はい、定期的に動画班病んでますね、ホットドッグ。ホットドッグゆうとさんが一番病んでます。アンチコメントとか見て。動画見ない。動画見るとアンチコメントが届いてるかもしんないから、もう見ないってことね。確認しないってことね。ゆうとくんすごい繊細なんですよ。傷ついてる、いつも。Y ちゃんとかもね、意外にね、豆腐メンタルで泣いてる。普段はね、にっこりスマイルだけど、裏で泣いてます。はい、ペアパイちゃん、実は。ワイはもうダメかもしれんわ、リリチオーって。もうアンチコメントがきつすぎるでーって、いつも言ってますよね。ワロタ正解です。これ当たってます、これ。ということで、じゃあまず皆さん、ワーカースピードかな？働く人の速度を上げてあげましょう。2秒変わるだけでも全然違うんで、次のヘイトが12円で、あと変えるやつなんかな？ヘイターの数が、100人いるんで、これいけるね。はい、増やしました。さあ、また意味のわからない BGM 流れる。で、車が25系だから買えないね、まだね。だからもうひたすら作業するしかないのかな、今は。特に動けることはなさそう。で、コマンドに作業してもらいつつ、Y は、こんな感じでどんどん投稿していきますね。ひたすら。あ、寿司来ましたね。はい、海外力は抜けたんで、はい、全員動画班のサバになりました。なんかアンチが大量に来て金を奪われた。特定されます、皆さん。皆さん、闇バイトって知ってますか？ちょっと余談なんですけど、最近ね、闇バイトってやつが話題になっています。要は、そこそこ有名なインフルエンサーとか、あとカードショップとかが結構被害に遭ってるんですけど、闇バイトって言って、まあ、大学生とかを対象に、高額で取引されるバイトなんだけど、お前今から、Uber Eats の店員になりきって、あいつの部屋の中に侵入して、何か物を盗んでこい、みたいな。お前今から店の中に侵入してポケモンカード盗んでこいみたいな。あれって結局実際に捕まるかもしれないけど、捕まってもそんな罪に問われんのよね。実際窃盗って。もう刑務所にぶち込まれるとかそういうのじゃないから、あえて高額なバイトでやっちゃうみたいな。で、ポケモンカードとかになってくると手に入れた瞬間すぐに海外とかに売りつけたら、もうそれって自分の手元にはありませんっていう風にできるんよ。だからそれでちょっと罪が軽くなったりとかしちゃうんよね。っていうのがあるので、だからアンチに特定されるとめんどくさいわけですね、3号パイセン。アンチをつけて炎上商法もいいかもしれないけど、アンチをつけたせいで見バレしちゃいます。はい。終わります、本当に。気をつけましょう、皆さん。最悪やって、そうです。いろんな YouTuber が被害に遭ってます、今。気をつけましょう。特定できるんだろうね。なんかね、本当にアンチってマジで執念深くて、YouTuber さんとか実写の人いるやん。そういうところからある程度家を特定するとか、撮影場所を特定して、ずっと見張りをつけといて、タクシーかなんかで家まで追っかけるみたいな。全然あるよ。で、家特定して、みたいな。そこ気をつけんといかんよね、マジで。来てしまったって、俺も待って、make an uploaded video before they break in。ちょっと待って、みんな、カメラ撮らないと。はい、YouTuber 撮影タイムです。でれれれんれれー。はい、撮影中です、今。多分 YouTube の撮影をしてごまかそうとしてるんかな、これ。で、ちげってててて。めちゃめちゃ歌うまいじゃん。OK! はい、アンチをファンに変えました。
はい、オッケー、やり過ごしたー。要は皆さんあれなんですよ。アンチは最大のファンって言われてるんですよ。逆にファンは最大のアンチと言われているので、アンチをね、つけて、そこからひっくり返すっていうことは可能です。はい、これでなんとかやり過ごしました。素晴らしい。はい、ちゅうことなんで多分サンゴパイセンそれしなかったんだろうね、多分ね。もうそのままスルーしてやろうとしたから、お金を取られちゃったんだろうね。はい、皆さんアンチコメント書いていきます。なんかさ、これあるあるなんだけど、嫌われてる YouTuber いるじゃん。もうあいつマジで嫌いみたいな。そういうやつが、例えば、ゴミ拾いしただけで評価変わるんよね。普段から、いい子ぶってる人がゴミ拾いしても、ああ、頑張ってるな、ぐらいやけど、めちゃめちゃアンチで嫌われてるやつが、ゴミ拾いするだけでもめちゃめちゃ評価変わるんよね。なんでお前普段、そんな最低なことしてんのに、みたいな。天月とかがいい例ですね。天月。普段嫌われ役でやって、実際トロールかましてるけど、まあ、裏ではいいやつっていうのがバレると、世間からの評価が丸変わりするよね。天月さん、やっぱりいいやつだったんだ、みたいな。そうそう、それと一緒です、皆さん。はい。さあ、皆さん、こんな感じでお金をね、食べていきます。で、ちょっとこれはどうしよう。パソコン強化かな?アップグレードしましょうか。速度を上げて、インターネット速度も上げちゃおう。で、お金も上げます。一応これでいこうか。で、コマンダーに作ってもらってるやつがあるので、回収で、はい。ということで、今はだいたい、コマンダーとシラスの二人ですね、アルバイト雇って、やってもらってます。ということなので、この調子でね、どんどんね、はい、投稿していくって感じです。はい。よし、いいね。なんか上に名前がついてるんですね。まあ、気にしないでおきましょう。はい。よいしょっと。はい、これで入れていきますね、どんどん。投稿していこう。あれ?コマンダー、なんかシラスは?はい、消えましたね、シラスさん。どこ行ったんですかね。まあまあ、いいでしょう。まあ、細かいことは気にしない。はい。幽霊だったのかもしれんね、今、俺らが見てたのって。オッケー、金貯めましたんで、16どうしよっかなー。これどっからやろっかー。これ、お金の使い方がマジでむずいよねー、これ。これね、アップグレで、やっぱ金増やした方がいいな、これ。金増やそう、金増やそう。これお金が少ない、もらえるお金が少ないとさ、いつまで経ってもこれ買えないぞ、他のやつ。じゃあ皆さんちょっと従業員増やそっか。はい、従業員増やします。さっき多分明らかに多分ね、本物の白さんがやってたと思うんですけど、はい。これで二人がかりですね。ちょっとさ、皆さん、これ、ウィークオピニオン、要はアンチのコメントを集めてる間、ちょっと動画班見に行きましょうか。多分ね、動画班の方が結構遊んでると思うんで、ちょっと一人一人確認していきますね。はい、まずは来ました、ホットドッグさん。あいつ、どこ行ったあれ?あいつ。なんだこれ?え、なにこれ?なんか俺の画面さ、言うと、なんか鳥しか見えないんだけど。鳥見てるやつしか見えない。なんか、ユートが宙に浮いてんだけど、これなんだこれ。外でも働ける。あ、そうなんだ。どうですか、ユートさん。ほら、グソコムシさんにアンチコメント書かせてますけど、どういう気分ですか?こいつの株価を下げてる。いいね。寿司ボディ頑張ってるじゃん、お前。珍しいね。ユートを手伝うのはね。ありがとう。なんか、肩叩きしてくれてるわ。グソコムシ。ありがとう、寿司。優しいね、お前。急に今日優しいね、寿司ね。いつもなんか、変なコメント書くのにね。入り長さん、いつもお疲れ様です。ありがとう、寿司。そんな、じゃああれだよ、本物の寿司ボディさんどこいるんでしょう今、見に行きますか。はい、じゃあ、本物の寿司ボディさん。やっぱピンクだね、色は。はい、ヘアピンクです。あれ寿司ボディさん働きたくないって、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。どうすんの あなたまだほら、友達すら雇ってないよ、あなた。所持金が0円だ。なんでお前マップにいるんだよ、じゃあ。何がしたかったん寿司。はい、まあ、寿司よくわかんないですね。はい、ベッドの上で生活してます。はい、そんなね、まあ、不登校だったグソクムシさんと一緒にね、もう一人不登校な人がいました。Y ちゃんですね。Y ちゃん今何してんのか。働いてます。しっかり。はい、シラスを働かせてます。はい、あとわかりません。誰だこれ。あと。見てください、ヘイトの数って。おー!アンチ、1700人だって。増えてんじゃん。Y が一番ですって。いや、ワイちゃん、ユートとシラス見て。一番ですよ、ね、違います。違いますよ。一番中途半端なアンチの付き方してるね。なんかファンもいるし、アンチもいるし、みたいな、なんか一番中途半端。なんか、吹っ切った方がいいんじゃない?ね、おいおいって。やっぱね、ワイちゃん最近ね、ちょっとあなたの、なんかね、意外な一面とか、ほら、道具班ラジオとかさ、ね、そういうので、ワイちゃんの意外な一面が見えちゃって、ファンが増えてんだよ。昔はね、なんだこのお化けはみたいなやったのに、今なんか、何しても、かわいい。ワイちゃんかわいい。ペーペーちゃん好き。はぁ、どうすんの、ワイちゃん。失敗やーって。ワイちゃん、だからここはね、軌道修正していかんといかん。だからもっとね、アンチをつけていきましょう、ワイちゃん。いいですか?
このままだとやばいですよ。ワイちゃんファンが増え続ける。リゼロしないとって。やり直す。もう動画班に入った時からやり直す。そもそもの根本からね。はい、ということで、ワイちゃん頑張ってください。働き続けてください、あなた。はい。これが、サンゴーズハウスと。サンゴーパイセンね、対空系やらしたらいいんだよな。あ？サンゴーパイセン？やんだって。サンゴーパイセン、頑張るよ。意外にメンタル弱いわだったんだね。うん。ほら、結構なんか強気な感じで言ってんのにね。アンチに2回家を突された。あー、やっぱもう、見バレしちゃった。完全にもう引っ越すしかないんじゃない？これでじゃあ見バレしました。引っ越そうってするじゃん。あのね、YouTuber は、審査に落ちるんですよ。え？って落ちます。YouTuber は引っ越しの時に家の審査に落ちます。不安定なんで。収入が不安定っていうので、あ、僕も来ました皆さん、アンチが。アンチやってきました。あのね、は？こっから？ちょっと待って。ちょっと待って、え、こっから？ちょっと待って、戻らないと、ちょっと間に合わない、俺。お前ら、なんで離席中に来んだよ、アンチ。おい。ふざけんな、マジで。間に合いました、よかった。ふざけんな、マジで。なんで話してる途中にやってくんだよ、マジ。意味がわかんねえだろ。はい、ということで、サンゴーパイセンでした。はい、ゴニゴニさん。あれ？ゴニゴニいない。あいつどこ行ってんだ、あれ。裏。なんか、早いな、しらす、お前。うん、着きました。もうフロア2だって。なんかもう社長みたいになってんじゃん、もう。ほら。はい、グソクムシとペアパヤちゃん、しっかり女をね、働かせてます。はい、これがシラスのモットーです。女以外は働かせないと。男はいらないということでですね。はい、どっちも女ですね。どうですか、シラスさん。元気ですか？働いてますか？あ、ちゃんと働いてますね。偉い。楽しいって、そうか。はい。珍しいね。なんかシラスが対空系の撮影に参加してるの、なんか久々見た気がするわ。じゃあ戻りましょう。ちゅうことで、じゃあちょっと我々もね、そうそうやっていきますよ、視聴者さん。動画反応を見てるのもいいんですけど、はい、ちゃんとね、私たちもレベルを上げていかないといけません。はい、25枚溜まってますね。さらに皆さん、課金しちゃいましょう。ちょっと。オートコレクトはいらない。アップデートもいらないね。これ意味がないんでね。ファスターライターズ。あ、早い人を一人雇う。なんか変なやつが来た時に、もうすぐにウクレレ弾いてくれるってことだね。で、ここら辺いらないんで、まあ、これお金かな。だからまあ、30分分ぐらい買おっか。30分間、はい、お金がかける2倍になるの買います。よいしょ。これで、だいぶ作業効率上がると思うんで、やっていきましょうか。動画に追いつきたいね、早くね。ほら、リリチョだけまだ、あれ？はい、寿司ボディさん、アンチついてますね、20人ね。はい、リリチョまだ500人なんで、ちょっとアンチの数増やしていきます。20人もファンがついてくれたって、アンチです。アンチ。ちょっと皆さん、じゃあちょっとお金貯めていきます。あ、73貯まりました。じゃあ皆さん、ここは、アップグレードで、待って、せっかく2倍買ってるからさ、お金めっちゃ優先的に上げようぜ。で、まあ余ったらこれ、スピード上げるわ。いいね、ほら、1回で18円貯まる。いいね。やっぱお金優先的に上げよう。2倍買ったから。はい、皆さん、ちょっと作業しました。180。まあ、放置できるのは強いな。やはりお金。やはりお金。お金を優先で、ちょっと速度上げるか、インターネット速度。で、まあまあ、少ないやつ上げていくわ。ちょっとバランスよく上げるね、今回。はい。で、溜まったら溜まったで、ここで、ほら、25枚溜まってるんで、よいしょ。こうやっていきますね、また。で、皆さん、フロア2がもう200なんで、ちょっとフロア2解放しちゃおっか。フロア2 200なんで、ね、もう200なんで解放しちゃいますね。はい。フロア2。まあ、着いたから何っていう感じだけどね。はい、ファンの数が、はい。つけれます。300以上いるんで。はい。こういうの増やして、フロア3が 1.5K と、ただ、これあれか、フロア1の、例えば人をマックス雇わないと、ここまだ使えないんだね、多分ね。だからベッドルームからまず解放した方がいいのか、ほら。フレンド雇ったりとかして。はい、お金貯まったんで、人雇うと。はい、4人がかりでやってもらえばいいのかな。で、多分ね、これをやったら、フロア2、はい、フロア2が解放されるってことですね。まあ、でもどうだろう。まあ、今んとこさ、あんま必要ないよな。こうなんかこう、アンチコメントを書くやつっていうよりは、パソコン強化した方がまだマシなんちゃうんか、みたいな感じがするので、一旦は、ちょっとお金安いやつからどんどん増やしていく感じでいくわ。あー、これパソコンもこれあんのか。多分ここレベルマックスにしたら、もう2階のやつ、上の階のやつの、パソコンじゃないとダメになるんかな、多分。これ以上このパソコンじゃ強化できません、みたいな感じになりそうやな。はい。ということで皆さん、とりあえず800円貯めましたね。どうしましょうか、これ。パソコン強化かな、一旦。パソコン強化するか。インターネット速度上げて、
お金貯めて、ちょっとあれだね、上の方行くか。おい、うちで働けって。何してんの？ちょっと待って、俺も行くわ、じゃあ。はい、皆さん、とりあえず、2階のやつも雇ってきますね。ほら、2階も雇う。あー、お金が足りね。1階雇いつつ、フロア3まだ行けませんから、ベッドルームと。何？ゆうとどこにいんの？給料は？ない。死んでくれ！なんか意味のわからんこと言ってますね。一番左に来いよ、だって。会いたい、ゆうと。なんか今、ゆうととなんか、あれが見えたね。付属武士の家集合？はいはい。あー、なんかみんないるわ。うん、みんないる。あ、シラスもいるし、ユウトもいるし、グソクモシもいるわ。シボディさん、ちょっとそろそろ働いてもらわないと困りますよ。マジでめんどいからうちで働いてって。なんかみんな来るぞって、そう。シラスとユウトと俺いるよ。逆にサンゴパイセンだとペアパイセンどこ行ったんだろうね。まあまあ、グソクモシさん、ちょっとここはアルバイトしよう。ね、まだアルバイト経験ないでしょ？一回ユウトくんのところでアルバイトしてみよう。アンチ増やしたくないだろうって、うん。やべ、アンチ来たほら見ろ。シラスみたいにな、暗示つけすぎると、定期的にやってくるからな、ほら。帰っていったぞ。仕方ないなーって。よし、寿司、ついていけ、ユートに。ほら、いるよ、寿司ボディ。こっちだ。ほら、ここで働くんだぞ。ここがお前の新しい職場だ。ほら。なぁ。もうこの時点で分身してるからね、俺の画面。これ寿司ないよ、寿司。あの、グソクムシの視点じゃ変わってる？もしかして。いや、僕がいる。そうだよね、そうだよね。あの、あなたがいるんだよ。これどういうこと？これ。ドッペルゲンガーだって。ねえ。僕が消えるじゃん。これさ、こっちのグソクムシって何なの？あ、お前は何なの一体。俺のとこにもグソクムシがいる。え？じゃ、お前は誰なの？こいつもグソクムシだって。あ、そういうことは、あの、ゴキブリと一緒？もうグソクムシっていう、こう、生き物がいるの？あ、そういうこと？な、いいんだよ。もう壊れてんだよ、お前はもう。座って仕事しとけ、寿司。うん。どこ向きでやってんだ、お前。横向きで、後ろ向きでやるな、お前。ほら。遊んでるだけなんだよ、お前、それはよ。黙って働けって。ほら、社長に怒られるぞ、お前。なんかもう、意地でも働きたくないみたいな。はい、ルーム3来ちゃーって、はい、しらすくん真面目にやってますね。ほら、フロア3までやってきたんだって。うん、フロア3トイレじゃんだって、ほら。なんか不思議な感じのところで働いてるね。お前らはまだいい子すぎると。あの、本物のアンチにはなりきれてないということですね。はい、ダメですよ、そんなお利口さんじゃ。アンチ作りなめんなーって、はい。誰よりもね、ヘイトを買う役を買ってるわけですよ。嫌われる役を買ってるわけですからね。中話もしつつ、じゃあ最後にね、ちょっとリリチを作業して、ちょっと動画はね、終わりにしたいかなと思います。700円ですね、溜まったということで、まあどうしよっかね。もうなんか2階の方やってもいい気がしてきたな。あ、1.5 系ないと無理だよね。リリチなんでそんな進み遅いのって、いや、多分ね、いや、わかんない。俺2倍買ったんだけどな。俺お金の2倍買ってるんだけど、俺だけなんか進捗が遅いんだよな。あ、多分これ買ってないからかな、本当に。もっとこれ積極的に買わないといけない俺。2回進めてないから、そういうこと？じゃあ皆さんこんなところにしときましょうか。アンチを作るロブロックスでした。新しいですね、やっぱり。ここの作者はね、結構面白いことをたくさん考えてくれるということで、皆さんはね、いろんなアンチ、つくことができましたか？でもまあ、リリチョウに関してはですね、できればあの、ファンのままでいてほしいですね。あの、アンチになってほしくないですということで、あの、ファンの方はね、あの、コメント、これからも応援しますみたいな、いただけると嬉しいです。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。以上、終わります。お疲れ様でした。